人面相占い、人面相の手相の占いについて言いたいと思います。まあこれフィクションなんですけどね。でまあここにですね、人面相ができているとどうなるかということでですね、ここができるとストレンジャー線と言いまして、でここのところに人面相ができますとどうなるかというと、面目ないと言いますね。でこの指に爪が入ってきますとどうなるかというと、指というかこれが動物の手みたいになりますとどうなるかというと、これがアニマル曲線と言いますね。でここ人面相がまたここにできてしまうとどうなるかというと、人面曲線と言いますね。でまたここに人面相がこうできますと、これ人面相目なんですけどね。でこの人面相ができると、ここがですね、霊眼線と言いますね。霊眼線かな。まあ、これフィクションなんですけどね。ですね、まあ人面相占いはこのぐらいにしてですね、あとこの辺にですね、川ができていまして、こう川がわーっとこう、これは手相の川といいますね。こうわーっと川がこう出てきて、これが手相の川。でまたここ人面相がここにできてますとどうなるかというと、これ人面曲線と言いますね。まあ人面手相占いの荻野純一と申します。まあほんでですね、でここにですね、アニメのこのコマがこうできてますとどうなるかというと、コマ送り線と言いますね。そうですね。で、ここにまたアニメのコマがこうできますとどうなるかというと、コマ送り線と言いますね。で、このアニメの方が途中で見えなくなって CM になったんですね。それとですね、他にですね、人面曲線がこう、わーっとこう、無数にこうできてますとどうなるかというと、人面曲線がですね、目の渦と言いますね。まあ、これフィクションなんですけどね、人面手相占いのフィクションで言うてるんですけどね。まあこうやってフィクションの人面相手相占いというのは、まああるのかどうなのかわからないですけど、人面手相占いのことなんですけどね。